ていう果物は何でしょう。果物だよね、はい、だから絶対に目で見たもの状態で分かる情報と違うってことだよね。だってまあまあそうね、考え方的にはそうじゃない。だって赤い果物でしょ。うんうん、一番赤い、世界で一番赤い果物、うんうんうん、リンゴじゃないよね。だから違う、イチゴでもない。違う、わ、俺逆だ。これ俺聞いたわ、聞いたことあるわ。あれじゃない、柿。違う。まあまあでも考え方はそれでいいと思う。あれ待って、俺これ聞いて、うわー、出したい。妹にめっちゃ優しい、イン行くやつ。お母さんが聞いた？そうそうそう、あのさ、お母さん帰ってくるまでちょっと待っててほしいんだけど、で、それ、兄ちゃん帰るから先に。そしたら一旦、あのさ、長持ちの上にあるさ、そう、ポーチの中からさ、そうそうそう、それ使って先になんか食べといていいから。うん、はいよ。誰？妹。今の流行り全く知らない、いい行くやつ。え、神崎飲み会行ける今日？今日ダメなんだよね。ダメ？今日行けないんでごめん。飲み会行けないのなぜなぜだな。あ、理由？いや、今日さ、その論文を書いてて、うん、で、そこのちょっと今日中にやっとかないとなっていう感じなんで。今日中にやんなきゃいけないのなぜなぜだな。ああ、だから今日やんないと多分、いやもうなんとなくのところまで出てるからそこをクリアに今日中にしたいんだよね。いや結構今回の論文大変なのよ。なぜなぜだな。え、その論文大変な理由ってこと？あ、いや、これね、確かに